太陽よ、倒した。レッドモー倒したぞ。ご機嫌いかが、美人さん。私たち最強ね。お前は太陽の鷹。それだけど、それだけど、どうした？アシスト話す。ディスクランチャー、アシスが1個使ったのかな。あ、アシス。タラナ、まだ生きてる。やめろ、あっち行け。卑しい野良め。終わりだよ。ついに狩人の館はあんたから解放される。私が守ってきた。苦しい時もな。違う、葬ったのよ、父さんの思い出とともにね。あの時、貴様らを、あ、先にレッドローと戦わせて弱らせておけば。あ、くそ。なんでレッドモーゾー一人で戦いに行ったんだ、この人。館の太陽の鷹の最後か。残念だね。ひどい目にあったのに同情するのか。まさか、蹴落とした時のやつの顔が見られなくなるだろう。なるほどね。いつでも館へ戻りな、気が向いたらね。新しい太陽の鷹はあんたを歓迎するだろう。館へ帰る。館に帰るんだ。なんだこれ。あ、トールネックか。あー、館に帰りたいけど、これ先にやるか。トールネック近いから。もしかしてどっかにディスクランチャー落ちてたのかな。あ、あそこから飛び乗れそうだけど、そんな簡単に行くかな、これ。乗れない。いるじゃん。上にいるな、結構。なんだなんだ。なんとかてっぺんに行かないと。誰が戦ってんの。タラナー？なんでタラナーがロングレッグと。どうしようか、ロングレッグを。あいつはうるさい上に早そう。気をつけないと。死んじゃった、タラナーが。でも多分生き返るな、これ。死ねない NPC でしょ、多分。なんだ。
わあ、気づかれた。あそこも戦ってる。どうしよっかな。ほら、落ち着いて。オーバーライドしたいな、めっちゃ。すごいめんどくさいことになった。いいからほっといて。落ちた。太陽がお望みよ。太陽がお望みよって、あんなとこで。オーバーライドだ。助けに行くんだ、タラナを。よし、いけたいけた。頑張れ。どれが味方だ。これ味方か。敵かと思った。あれ、できない。死んでしまう。わあ、そんな攻撃あんの。こいつオーバーライドしちゃおう。まだいるの？あんなところに。倒された私のロングレッグが。で落ち着きましたかね。さあ仕事に戻って。もうタラナどっか行ってくんないかな。ここからならトールネックに飛び移れそう。ここから？あれは？有効的な。本当に？敵じゃない？あれ。
まあいいや、私には関係ないさ。トールネックに飛び乗れさえすれば。よいしょ。よし、あとは頭に登るだけ。オーバーライド。なんか爆発音が聞こえる。あ、全トールネックオーバーライド。おお。すごい、あの煙いところがなくなったぞ、声で。オーバーライドは OK で、あとこれか。降りて平気かな。あー死ぬよカージの勝利。感謝が勝利した。もうタラナ早くちょっと消えてほしいな。それかあの狩人の館に戻ってほしい。どっからだこれ。トロフィー取ったか多分。え、どこだここ。あ、トールネックは終わったのかな。終わってる。私スキルポイントもらえてる。開いてるか。ここやりたいな。ネックをオーバーライドしたところでちょうどオートセーブ入ったかな。しまっておこう。トールネック多いな。回復が、回復薬もあれもないんだけど、薬が。もう回復薬程度じゃあれだね。回復量が全然足りないね。2、3回飲まないと。備えあれば憂いなし。憂いなし。なんかあった今。
向こう側？違うわ。この向こうか。なんか違う方に来ちゃった気がする。向こうに渡りたいんだけどな、行けないのかな、こっちからだと。後悔するかも。あ、回って行けない、回れない。戻るしかないのかな。そこ登れないんですかね。登れなさそうだな。あ、ここから行けない？ダメかな。あー、滑るー。なんか行けそうでいけないわ。あ、ダメか、この隙間。あ、なんかある、ここに足場が。あ、行けた。よし、戦ったから。ちょっと待って、びっくりした。この世界から出てしまいますって。この先にあれがあるんだけど、なんだここ。敵がいっぱいいるぞ、ここ。これ全部倒さないといけないの？とてもめんどくさいな。さっき山賊やったばっかだしな。子供の頃は簡単だった。どっから。襲撃者、ここで何してる？どっから行きますかね。バレない程度に必中の矢で数を減らしたいけど無理かな。そこに焚き火が。
こいつらの死体をここに埋めておきたいんですけど。すげえ撃ってくんな。ヘッドショットできなかったな。しかもあのドクロがリーダーか。ロストはいつも我慢しろって。これ以上装備の箱詰めしてたら誰か殺しそうだ。イエーイ。やっぱ2本ぐらい行くと頭外してもいけるな。やっぱちゃんと貯めないと。すごい外れるね。なんか適当に打ったらいけるかなって思った。あとどこだ。あと3人。死体見つけたかな。止まってくんないかな、あの人。イエーイ。探してるな。動く。止まってくんないかな、あの人。上行ったらまた死体があるよって。よし、さあ、あと大将が一人かな。